どうも、仕事場がゴミ屋敷化してきている真島です。いやー、物多すぎるんよ。毎週段ボールに入ったねグッズやら何やら送られてきて、どうやってスペースを保てばいいのか分かりません。部屋の片付けしたいので仕事早く終わらせなきゃ。すごい速度で絵を描くんだ。ということで今回は絵を早く描くコツ教えていこうと思います。こんな相談の DM をいただきました。真島先生はじめまして。レイブからファンで配信いつも拝見させていただいております。一点ご相談いたしたくご連絡させていただきました。現在私はイラストや漫画などの絵に関する仕事をしています。ただ絵を描く際かなり筆が遅く、描いたことがないアングルやわからないものは資料を見て描くとさらに時間を要してしまいます。編集の方にも作画に時間がかかっていることを指摘されました。真島先生はレイブ連載当初から筆が早いと耳にしたことがあるのですが、筆を速くするためのノウハウなどあればご教示いただきたいです。確かに僕は筆が速いイメージがあるようなのですが、他の作家さんの名誉のために言いますと、僕の絵は淡白で線の数も少なく、カラーに関してもアナログで塗ったような精密ではない感じを出しています。なので絵を描く速さというのは作風によってだいぶ変わるものです。それを踏まえた上で真島流の時短術でよければ、今回紹介する方法をいくつか試していただければ確実に作画速度は上がります。今回紹介する時短テクニックはこちら。便利なツールを覚えよう。小さく描いてみよう。 3D 素材を使ってみよう。早く塗れる塗り方。最後に時短の考え方。今回の動画をご覧いただければ早く絵を描くコツつかめるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみよう。まずは絵を描くのが遅い人の特徴。こだわりが強すぎる。絵描きとしてこだわりが強いのはいいことです。ですが絵を完成させるためにはどこかで筆を置くことが必要になります。今の自分の実力と完成のイメージが遠すぎてまだまだと粘るのも一つの技法ですが、絵を早く仕上げるには肩の力を抜くことも大切です。線に迷いがある。一本の線を引くのに時間をかけすぎている人、絵を描くのが早い人は線にあまり迷いがありません。デジタル作画の場合、間違った線はいくらでも修正が効きます。なので勢いよく線を描いていくことも大切です。不必要なものを描いている、完成図に必要がないものを描いていませんか。人物の当たりやパース線などは必要かもしれませんが、必要以上に髪の毛の線を描いていたり服のシワを描いていることがあるかもしれません。また色塗りではパーツ同士の境界線を塗るのに時間をかけてしまう人も多いと思います。デッサンが取れなくて時間がかかる、これは結構大きい理由の人多いんじゃないでしょうか。僕もここで時間を取られることは結構あります。これの簡単な解決法は 3D 素材を使ってみようで詳しく解説します。集中力が続かない、わかる。ちょっと書いたら SNS を開き、ちょっと書いたら休憩とゲームを始める僕です。いえいえ、実はこれでいいんです。適度に休憩を挟んで絵を描くのは精神的にも健康的にもいいんです。ただし休むポイントを少し気をつけるだけで次に作業に入る時の気持ちが全然違うのをご存知ですか。結論から言いますと、自分が描きたいものの手前で休憩することです。漫画なら渾身のキメゴマ、ちょっとセクシーな女の子のシーン、カラーなら今回は髪の毛をきれいに塗りたい、この小物を頑張って塗りたいなど、一枚の絵にせよ漫画にせよ毎回自分が描きたいものが必ずあるはずなんです。その描きたいものを一番最初に描く方法もあるのですが、そこはちょっと我慢。描きたいものを休憩の後、あるいは明日の最初の仕事にリマインドしておきます。するとどうでしょう、不思議と休憩後に筆が進むじゃありませんか。やっぱりね、描きたいものを描くぞって思うとやろうって気持ちになるんですよ。なのでそれをあえて取っておくという方法です。試してみてください。便利なツールを覚えよう。絵を描くにあたってとりあえず用紙とペンさえあれば絵を描くことができますが、便利なツール使っていますか。これらのツールを使うことで作画スピードはぐっと上がりますので、これから紹介していきます。まずは何と言ってもショートカット設定、これを設定しているかしてないかで作画時間は大幅に変わると言っても過言ではありません。ショートカットキーとはこの辺にあるツールをキーボードのキー一つで呼び出せる、まさに魔法のようなシステム。よく使うツールはあらかじめショートカットキーに登録しておきましょう。ショートカットキーの設定はファイルからショートカットキーの設定で自由に振り分けることができます。
これから紹介する便利ツールも僕は全てショートカットに登録して使っています。取り消し、間違えてしまった線などを取り消して一つ前の状態に戻します。やり直し、取り消しが行き過ぎてしまって必要な線まで消してしまった時などに一つ先の状態に戻してくれます。拡大、縮小、自分の書きやすい大きさに画面を調整して書くことで作画スピードは上がっていきます。回転、人には得意ストロークがあります。例えば僕ならこんな線の角度は書きやすいのですが、この線は書きづらいです。これも書きづらいかも。そんな時に画面を回転させて書きやすい角度に調整します。こうすることで常に書きやすいストロークで線が引けて時間の短縮につながります。移動、これはキャンバスを自分の書きやすいポジションに持ってくるためのツールです。非常によく使います。塗りつぶし、広範囲をワンクリックで塗れるツール。細かいところに色の欠けができたり線が途切れているところははみ出してしまったりするので、そこは注意が必要です。投げ縄塗り、これ僕の配信でもたびたび登場していて、絵を描かないリスナーさんからは魔法みたいと言われるのですが、そうなんです、これ魔法です。投げ縄で囲った部分に色がつきます。これは漫画でもカラーでも役に立ちます。漫画だとお手軽に書き文字が描けたり、トーンの塗りに使えます。カラーでは大雑把な影を塗るときや色の欠けを潰すときにとにかく便利なので、ぜひ活用してみてください。その他ショートカットに登録しておくと便利なもの、ブラシサイズの変更、透明色への切り替え、左右反転ツール、他にも便利なツールはたくさんあるのですが、今挙げたツールや自分のよく使うツールを左手デバイスに登録しておくことでさらに時短になるので、左手デバイスの導入も検討してみてください。参考に僕の左手デバイスの設定も紹介します。これは僕が個人的に使いやすい設定なので、皆さん自分が使いやすい設定にカスタムして使ってください。小さく書いてみよう、これはどういうことかというと、仕上がりのイラストサイズより少し小さめに下絵を描くことで時短するという方法。同じ絵をポストカードに描く場合と B4 サイズに描く場合ではどちらが描くのに時間がかかるか言うまでもありませんよね。当たりや下書きは完成した絵には映りません。なので小さいサイズ、もっと言えば自分の描きやすいサイズで描いてしまえばいいんです。応用技として、向かって右を向いているキャラの顔が苦手な人は反転して描いてしまえばいいんです。ズルをしましょう、これは許されたズルなんです。小さい絵を描いてみるとわかるのですが、あまり細かいディティールを描けずに自然と肩の力の抜けた絵になります。あとこれ理屈はわからないのですが、下書きのペンは青色を選ぶと普段黒で描いてる線より上手に描けてる気がします。なんで、もともと薄い青は印刷に乗らない色としてアナログ時代下書きやトーンの指定に使われてきました。その名残か科学的な根拠があるのかは分かりませんが、個人的に青で描いた線は黒より筆の乗りがいいような気がします。気になったら試してみてください。まずは小さい絵で当たりや下書き、ある程度完成したら拡大して用紙サイズでトリミングし、ペン入れ本番に入りましょう。細かいディティールが描きたかったらこの時付け出せばいいんです。小さい絵を拡大するとどうしても線が太くなりペン入れしづらいという方もいると思います。その場合は拡大した段階でもう一度下書きをしても構いません。その分時間はかかってしまいますが、何枚も描いていくうちに、あれ、これ拡大した時もう一度下書きしなくてもペン入れそうだなと思う時が来ます。それは確実にあなたの作画速度が上がっており、絵に対する慣れができていることになります。 3D 素材を使ってみよう。キャラのポーズや構図がうまく描けなくて時間がかかるという人は 3D 素材を使ってみてもいいかもしれません。クリスタには標準で 3D デッサン人形というものがついています。こいつにポーズを取らせて当たりに使うという方法。慣れるまではポーズを取らせるまでも一苦労なんですが、豊富にポーズのプリセットが用意されているので部分的に使うなんて使い方もありだと思います。この機能一から全部紹介すると動画1本分になってしまうので、今回は簡単な使い方だけ説明します。画面右上にある小さい三角、ここを押しますとこのようなウィンドウが出てきます。この中の 3D 体型を選んでください。そうするとこのようなものが出てくると思うのですが、これが 3D デッサン人形です。画面右上にそんな三角ねえって人はですね、ウィンドウから素材、素材体型、これでも同じウィンドウが出てきます。ちなみにこのウィンドウ、右にドラッグしてここに持ってくるとこのようなフォルダのようなアイコンができて、以降このアイコンから開くことができます。 3D デッサン人形バージョン2男性、今回はこちらを使います。
そいつをキャンバスにドラッグすると、このように 3D デッサン人形くんがキャンバスに登場します。こいつ 3D なのでグリグリ動きます。次に下のランチャーの一番右にあるアイコンを押してください。ここでこいつの身長、体格、頭身などを変更できます。自分のキャラの体格に近づければ自分のキャラのモデルとして使えるということなんですね。便利ですね。手足の太さ、長さ、肩幅等かなり細かく設定できるので、ご自身のキャラに近いモデルを作ってください。はい、僕も作ってみました。キャラが完成したら、ここの素材登録からキャラを保存しておくことができます。素材名を決めて、素材登録先は 3D 内のキャラクターにしておくと分かりやすいです。こうしておくと、今後キャラクターからいつでもこの体型の 3D デッサン人形を呼び出せるようになります。ここからポーズをつけていくのですが、これ慣れるまではめちゃくちゃ大変です。ちなみに僕は使えません。一からポーズを作るのは正直素人では時間がかかりすぎて時短になりません。むしろいつもの倍かかるかもしれません。そこでおすすめなのは、先ほどのウィンドウにポーズというものがあります。ここから自分の描きたい絵に近いポーズを見つけて改造します。こんな感じでドラッグするとそのポーズが反映されます。ここから一部を変えたりアングルを変更したりして好きなポーズにしていきます。完成したらこいつを下書きレイヤーにします。あとはこいつを当たりに下書き、ペン入れ等をするだけ。キャラのポーズや構図に時間がかかる人はこれで解決ですね。早く塗れる塗り方。色の塗り方は様々な方法があるのですが、以前公開したこちらの動画も参考にしてください。今回はさらに早く塗れる方法を紹介します。まずはキャラの色分けを全て済ませてしまいます。この色分けの段階も時短のために、上に表示されているレイヤーの色の境界線を利用して時短していきます。下へ下へとレイヤーを作っていきます。コツはあまり書き込みがないパーツから色をつけていくことです。例えば肌と髪だったら、肌の方が書き込みが少ないので肌から色をつけます。この時肌と髪の境界線には自動的に肌色で境界線ができています。髪を塗るときはこの境界線を活用して時短していきます。髪のレイヤーはこんな感じになっていますが、見えないところがはみ出していても問題ないでしょう。例えば服についているボタンなんかは、服の色分けが終わっている時点で 99% 完成しています。だってあとは下のレイヤーにぐちゃって色を置くだけですからね。色分けが終わりましたら、それをすべて1枚のレイヤーに統合します。レイヤーを統合するのが不安な方はフォルダに入れても構いません。ただし塗りに時間がかかる人のほとんどがレイヤーの枚数が多すぎる可能性もあります。参考までに、僕はだいたいレイヤーは最終的に線画、肌、髪、服、背景、この5枚に収めます。細かい修正に該当レイヤーを探すのも面倒だし、修正なんて1枚のレイヤーでもなんとかなるもんです。ちなみに調整レイヤーやテクスチャーを使う場合はさすがに分けておいた方が修正しやすいです。レイヤーすべてを統合、あるいはフォルダに格納したら、その上に定山レイヤーを作って下のレイヤーでクリッピングしてください。このレイヤーで影をつけていきます。影は薄めの青かピンクがおすすめです。今回はピンクにしましょう。投げ縄塗りで大雑把に塗っていきます。あまり細かいところは気にしないでください。後で調整します。塗り終わりましたら、ここから細かい調整をしていきます。今度はご自身がいつも使っているブラシで影の濃淡を出していきます。ちなみにアニメ塗りのようなカキッとした影の境界線を出したい人もここで調整してください。ブラシで濃淡をつける場合はブラシを透明色にして薄く影をなぞると、なんかいい感じになっていくんです。透明ブラシで影レイヤーを塗ることで影の色が消えて元の色が出てきている状態なんです。消しすぎたら透明ブラシを描画色に戻して調整します。この描画ブラシ、透明ブラシをショートカットキーで素早く切り替えながら濃淡を出していくことによって、パレットから色を選ぶという工程を丸々スキップして時短しています。ある程度調整が終わったら、さらに上に定山レイヤーを作り、さらに濃い影を入れたり、スクリーンレイヤー等で光の演出をしたりと、クオリティアップの時間となってきます。こんな感じで時短に使えそうなテクニック、ツールなどを紹介してきましたが、最後に時短に対する考え方ということで、冒頭でも少し言いましたが、イラスト、漫画等は早く描くことだけが正解ではありません。むしろ時間をかけて丁寧に描いた方がクオリティが上がるのは当然です。さらに作風によっても左右されるものです。
厚塗りで線の数も多い作家はそもそも時間にこだわらない人も多いです。もちろんプロとして納期に間に合わせる時間は守ると思いますが、時間ギリギリまでクオリティを上げるという考え方の人がいても当然です。それに絵を描く速度には慣れというものがあります。そのキャラを今までどれぐらい描いてきたかとか、ツールの機能をどれだけ使いこなせているかとか、さらには得意なポーズ、角度、表情などでも変わってきます。なので時間を意識しすぎて本来の自分の絵が描けなくなってしまったら本末転倒なので、そこだけは注意していろいろ試してみてください。それでも時短したいという人は自分の作風と向き合ってみてもいいかもしれません。もう少し線の数を減らせないか、淡白にできないか、塗りをアニメ風にしてみようかなど、時短できそうな部分を探してみてもいいかもしれません。余談ですが、週刊連載をすると嫌でも作画速度が上がります。僕は相当筆が速いというイメージを持ってくれてる方が多いようなのですが、同じ週刊連載をしている作家の中には僕の想像を超える速さの化け物が何人もいますよ。というわけで、早く書くコツいかがだったでしょうか。今回はここまでです。いろいろ紹介しましたが、相談者の方少しはためになったでしょうか。他にもこんな講座が見たいとか、こんな動画が見たいなどありましたら、ぜひコメントください。俺はもっと有益な時短テク知ってるぜという方もね、コメントで教えてくれれば僕も相談者の方も嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、次の動画でちょっと部屋の掃除してきます。じゃあね。